ビスマルクとドイツ統一第4回は鉄血演説から北ドイツ連邦誕生1850年代は鉄と石炭の時代と言われたドイツ産業革命の展開期ですその中で経済的力量を強めたブルジョアジーは自分たちの経済的力量に見合った 政治的発言力を求めて貴族ユンカーの優越的地位に対して挑戦していきますこのような状況の下で繰り広げられたのが60年代前半のプロイセン憲法紛争でした紛争の発端はプロイセン軍隊の拡大強化を図るプロイセン政府の 軍政改革案に下院多数派の自由主義者たちが反対し政府と下院が激しく対立したことにあります。1861年には自由主義左派のドイツ進歩党が結成され年末に行われた選挙で第1党となり保守派は壊滅的敗北を喫しました。 1862年の下院選挙はさらに自由主義左派が議席を増やし危機は一層深刻化することになります。ここに至って立憲君主成果で軍政改革を推進してきた陸軍大臣ローンは国王にこう進言します。こののよよううなな、状況を乗り切るには、ビスマルクのような 行動力のある首相が必要であると王はローンの提案を受け入れますビスマルクはこの時フランス大使でした5月末ローンは親友ビスマルクに電報を打ちます危機が迫っている急げとこうしてプロイセン首相ビスマルクが誕生しました この時、ビスマルク47歳。では、これで政府と下院の対立は解消されたのでしょうか違います。かえって激化してしまいました。原因は、政権の座について意気込むビスマルクが、首相就任直後に行った、いわゆる、鉄血演説。それ以降、今日に至るまで、 この演説ゆえにビスマルクが鉄血宰相の異名を建てまつられることになる演説ですこの鉄血演説は1862年9月30日会員予算委員会で行われました問題とされたのは次の部分ですドイツが注目しているのはプロイセンの自由主義ではなく その武力であります。ウィーンの諸条約によって定められたプロイセンの国境は健全な国家のの営みにとって好まましいものではありません。現下の大問題が決せられるのは演説や多数決によってではなくこれこそが1848年と1849年の大きな誤りでした「鉄と血によって」なのであります。 この中の1848年と1849年とは、ベルリン三月革命のことです。では、現下の大問題とは何でしょうか。ドイツ統一問題です。自由主義派は、ドイツ統一問題の解決を強く望んでいましたが、その実現を、演説、討論、 多数決によって実現しようとして失敗しました。ビスマルクは、この問題は鉄と地、すなわち軍事力によってのみ実現されると発言したのです。自由主義者たちは、ビスマルクの演説や多数決への別紙や鉄と地という言葉に猛反発、予算案を否決してしまいます。 こうして来年度予算が不成立となるとビスマルクは予算なしの統治を強行します自由主義派はこれを憲法違反と非難しましたがビスマルクは抜け穴理論で対抗します抜け穴理論とは王と上院下院の意見が不一致で予算不成立の場合憲法は このような場合の規定がなくまた国家の活動は停止できない以上政府は予算なしでも統治を行うことができるというものですこうして王権と議会の闘争は軍政改革問題から憲法紛争へと発展したのです憲法紛争が 黒工事に落ちる中ビスマルクは事態の打開を図るためにある人物に接触しますフェルル。ディナント・ラサールなんと彼は1863年に全ドイツ労働者協会を結成した社会主義者でした王権と大衆の結合を意図するビスマルクはラサールと 反進歩党で利害が一致したのです。ドイツ進歩党は不憂なブルジョアジーで農民や労働者が議会に進出することを望んでいなかったからです。しかしこの試みはうまくいきませんでした。ビスマルクの敵は数限りなく宮廷内でもアウグスタ王妃や フリリードリヒ王ももともと反ビスマルク派の陣営にいましたのでいつでも心変わりすることはありえました憲法紛争が泥沼化する中でビスマルクの失脚は時間の問題に見えましたそれを救ったのは 1864年に起こったデンマーク戦争です原因はシュレースィヒ・ホルシュタイン問題まずこのシュレースィヒ・ホルシュタインの場所から確認しましょうここユトランド半島は現在はデンマークとドイツからなりますが この地域が1863年当時はデンマーク王国北シュレースビヒと南シュレースビヒからなるシュレースビヒ公国ホルシュタイン公国からなっていましたそしてシュレースビヒ公国とホルシュタイン公国には次のような特殊性がありました デンマークとの関係、住人、ドイツ連邦との関係は、こうでした。そのため、それまでもドイツとデンマークのいずれに帰属するかをめぐり、紛争が絶えませんでした。1863年、デンマークは、 この両公国を自国に併用しようとしますそこでビスマルクはオーストリアを誘ってデンマークに改戦し勝利を収めましたその結果両公国はデンマークから解放されプロイセンオーストリアで分割管理することになりますシュレースヴィヒは プロイイセン、ンホルシュタインはオーストリアですまたデンマーク戦争の結果ビスマルクと激しく憲法紛争を行っていた自由主義派にも影響を与えました自由派が戦争の結果を歓迎し憲法紛争収拾の第一歩になったのですデンマーク戦争では プロイセンとオーストリアは共同補調を取りましたが戦後のホルシュタインでの反プロイセンの運動をめぐって対立ビスマルクは巧みにオーストリアのフランツ・ヨーゼフ一世を挑発して戦争に持ち込みました不応戦争です。1866 6年月7日に プロイセンのホルシュタンへの進軍で始まったこの戦いは7月3日のケイニヒ・グレーツの戦いサドバの戦いでのプロイセン軍の勝利によって事実上決着がつき同月26日にはニコルスブルクカリコ和条約が結ばれました海戦から講和までわずか7週間 そのためこの「不王戦争」は「七週間戦争」とも呼ばれますこのように早期に戦争が終結したのはビスマルクのの尽力の結果です。ところでこの戦争の数勢を決定づけたケンヒグレーツの戦いの敗戦に落胆したオーストリアを激励するために ヨハン・シュトラウス2世が1867年に作曲した曲はご存知ですか実はこれが美しき青きドナウなのです。ケイニヒ・グレーツの戦いで大いに気持ちが高揚したプロイセン国王ウィルヘルム1世はウィーンを占領し領土割譲を要求すべしと主張しました。 しかしビスマルクはこれに反対「もしオーストリアにひどい損害を与えるならオーストリアはフランスをはじめ我が国に敵対するすべての国と同盟するでありましょう」と言って王を説得しましたそのため領土割譲のない迅速で寛大な講和が実現したのです ビスマルクは講和を急いでいましたそれはフランス皇帝ナポレオン三世の介入を阻止するためですそれにはこんな事情があったのですビスマルクはオーストリアとの戦争に先立ってフランスの介入を阻止するために巧妙な策を講じていました不王戦争の8ヶ月前 南仏の保養地ビアリッツで、ナポレオン三世の対ドイツ基本戦略はプロイセンオーストリアを対立させつつ漁夫の利を得ることにありましたビスマルクはそうはさせまいと不王冠の紛争でフランスに中立の立場を取らせようとして 中立の見返りに、ライン川左岸の提供を匂わせたのです。このビスマルクの提案を、ナポレオン三世は、領土提供の確約と受け止め、中立の立場を取ってしまったのです。しかし、不王戦争後、当然のことながら、ビスマルクは、フランスに領土提供など、 しませんそのため裏切られたと感じたナポレオン3世は1866年以降「サドバの復讐」をフランス政治の強力なスローガンに掲げることになります。ところで富王戦争はドイツ統一の実現に向けて大いなる進展をもたらしました。 まず第一にプロイセンは北ドイツの22の諸報国と同盟を結び一個の独立した統一国家とも言うべき北ドイツ連邦が成立したのですそしてドイツ連邦から独立しましたさらにこの戦争でオーストリアに味方した報国をプロイセンに併合したり 北ドイツ連邦の同盟国にしました併合したのはシュレース・ウィヒ、ホルシュタイン、ハノーファ、ー、フランクフルトなどですまた北ドイツ連邦の同盟国になったのはバイエルンなどの南西ドイツ諸方ですこの時ビスマルクはなぜ一気にドイツ統一を実行しなかったのでしょうかなぜバイエルンなどの 南西ドイツ諸法を同盟国にとどめたのでしょうかビスマルクはこう言っています「私はためらうことなく北ドイツ連邦という言葉を口にしようそこに南ドイツカトリックバイエルンの要素を引き入れることなど不可能だからであるもしバイエルンを無理に従わせようとすれば南イタリアによって全イタリアがそうなった たのと同じように全ドイツが機能不全に陥ってしまうだろうビスマルクに焦りは皆無ですこれは新しく誕生した北ドイツ連邦の地図ですプロイセン王国は東西分裂状態が解消され一続きになりました北ドイツ連邦の人口構成は プロイセンの2400万人に対して残り22カ国が600万人北ドイツ連邦が大プロイセン王国とも言われるゆえんですある自由主義者は辛辣にもこう呼びました「一匹の犬とそれについた飲みの共生」と フフ戦争の勝利はプロイセン国内の情勢も一変させました憲法紛争でビスマルクと対立していた自由主義勢力は右派と左派に分裂右派が政府支持に回ったことで憲法紛争は収束したのです